はい、こんばんは、サディルーム斉藤です。今日は中1理科科学身の回りの物質の13回目です。前回前々回とプラスチックについて見てきました。で、前回プラスチックが、中学校では5種類覚えましょうっていうことを言いました。で、その5種類についてちょっとそれぞれ見ていきたいと思います。まず1つ目、ポリエチレン PE です。はい、これ用途としては、はい、まずこのバケツ、はい、これ PE です。で、ちょっと後で出てきますけど PP のバケツもあります。でも、昔からあるバケツはほぼ PE、 ポリエチレンだと思います。はい、それ以外、前回も見せましたけど、このポリ袋ね、今有料化になったこのポリ袋はポリエチレンです。で、あとこの洗浄瓶だったり、あとこの無水エタノールのこの容器、入れ物の部分ですね、入れ物の部分が PE です。で、あとビールのケース、20本ぐらい入ってるあのケース、オレンジ色みたいなケースとかキャリーとか、ああいうのもポリエチレンでできています。で、性質としては油や薬品に強い。で、あと水に浮く、溶けながら燃える。で、この水に浮くかどうかで燃えるかどうかを、5種類ちょっと実験した動画があるので、それは最後に見ていただこうと思います。5種類比較しながら見てもらえたらと思います。はい、次2番目、ポリエチレンテレフタラート PET、 はい、これペットボトルとかの PET ですね。はい、で、よく聞く、はい、ペットボトル、これも皆さん毎日使ってると思います。はい、これがまずペットボトル。それとポリエステルの繊維ってあると思います。もうそれの繊維も、この PET、 ポリエチレンテレフタラート、衣類、服とかが、この、ポリエチレンテレフタラートで作られてます。はい、それとあともうほとんど見ないですけど、あの写真のフィルムって昔あったの知ってます？あの茶色い写真の写真撮るときに、もう今全部デジカメなんでフィルムなんて入れることないですけど、昔、皆さん知ってるかな、映るんですっていう、使い捨てのカメラがあったりとか、あとカメラの中にこうフィルムセットして、それでカシャカシャって写真撮って、で写真屋さん行って現像してもらって、そういう写真のフィルムもこのポリエチレンテレフタラートでできています。で、特徴としては透明で圧力に強い。で、これペットボトルだけでも何種類かあるの知ってます？で、こういう、これコーヒーが入ってたんですけど、コーヒーとかお茶の容器と、あと炭酸飲料の容器ちょっと違いますよね。だ、炭酸飲料の、ペットボトルはもっと圧力に強くできています。で、あと性質として水に沈みます。それと燃えにくいです。はい、これまた後で実験の動画を見てもらいます。はい、次ポリ塩化ビニル PVC です。はい、これが、はい、まずこの消しゴムで、あとこういう水道管、こういうものに使われてます。はい、これの特徴としては、薬品に強い。で、密度は非常に大きいです。だから水にはすぐ沈みます。これも実験見てもらったらすぐ分かると思います。それと燃えにくいです。難燃性っていう言葉があるんですけど、燃えにくいので、そういう燃えたら困るとこなんかに使われたりしています。はい、次、ポリスチレン PS です。はい、用途としては食品の容器、こういうお弁当とかの入ってる容器とか、あのカップラーメンとかカップ焼きそばの容器、あと
こういうふうな CD のケースも、ポリスチレンでできています。で、このポリスチレン、ちょっと大きく分けて2種類あって、こういう CD のケースみたいなポリスチレンと、あと発泡ポリスチレン、あ、これが分かりやすい、発泡スチロールというのがそうですね。で、この発泡ポリスチレンとに大きく分かれます。で、その発泡ポリスチレンの方は断熱保温性があります。だから、あの発泡スチロールの中にこう魚入れて、氷入れて、まあ、冷やしておいたりとか、あと私昔こう屋台してた時に焼きそばをいっぱい作って、で、この焼きそばをその発泡スチロールの中入れてたら2時間後3時間でも熱々で食べれるんですね。で、そういうそのぐらい、まあ、断熱保温性があります。はい。で、これ水に沈む、ここ注意してくださいね。これも後の動画でも言いますけど、この発泡ポリスチレンは中に空気が含まれているので、これは浮かびます。でも、基本的にこういう普通のポリスチレン、これは水に沈みます。はい。そしてすすを出して燃えます。はい。次、ポリプロピレン PP です。これ非常に用途多いです。食品の容器にも使われてますし、あと包装材、こういう、まあ、これさっきの焼きそばのこう包装紙ですね、包装の容器であったり、あとペットボトルは PET だったんですけど、このペットボトルの蓋は PP です。で、さっき、PE のバケツ見てもらいましたけど、こちらのバケツは PP、 ポリプロピレンでできてます。で、あと最近よく使ってる、はい、この不織布のマスクですね。布マスクは布ですけど、この使い捨ての不織布のマスク、これポリプロピレンでできてます。はい。で、特徴としては比較的熱に強い。で、これは水に浮きます。で、溶けながら激しく燃えます。はい。今日も少し長くなりましたけど、ここまでにしておきます。で、次回この水に浮くか沈むかで、燃やした時どうなるかの実験を見てもらいたいと思います。はい。今日の授業はここまでです。